射撃対決をここでやろうかな。これもゴルゴが持つやつじゃないですか。すごい。さあどう？誰だ？いった。さあ福岡市中央区今泉にありますザ・シューティングバーにやってきました。イエーイ。バゴーバゴーバゴー。一番の素人やろ。やったことない。あのね、まずしのちゃんが、はい、サバゲーが趣味らしいね。そうなんですよ、サバゲーが趣味で、もう多い時で週 1,2 とか。やば。サバゲーはいきなりやるのはちょっとさ、あの無理があるなと思って。まずその射撃対決をここでやろうかな。ここでなんか射撃できるんやで。すごい、うん、そんな感じには見えん。どうした、おいこんなことしちゃった、おい挑発、おいおい。いやでもサバゲーのスタイルがいつもこの短い T シャツにっていう感じなんで、ちょっと意識して。ごめんごめんごめん、俺対戦相手だったら集中できんの。こっちに打っちゃう。で、はい、僕は元自衛隊なんだ。いやそうですよね、だって実際に撃ってましたもんね。実際撃ってたんですよ。64式小銃って言ってね、それを撃ってたんですよ。ガチの銃ですよね。そう、200メートル先に1メートル四方のこう紙があって、はい、当たるんですよ、それ。すごい。当たる。何年ぶりですか？30年ぶりです。おやります。そして、はい、あの素人大臣、はい、銃持ったことないです。あの普通は持ったことないです。しのちゃん自信ある？いや結構でも1年ぐらいやってるんですよ、サバゲー自体を。なので結構自信はあるので、さすがに素人の田中さんよりはできるんじゃないかなと思ってます。負けたらどうする？協定に行く、あの、うん、あの資金、軍資金もらいます。いやいやいや、いやらしすぎる。負けたら次回もっと露出のある格好で登場してもらう。いい。脱ぐしかなくなっちゃう。よろしいですか？わかりました。これ以上ない。分かってくれた。いいじゃないですか。夏場にまた呼びますんで、ファンの人が喜ぶ。はい、じゃあすいません、教えてくれる方をお呼びしたいと思います。モチ、はい、さんお願いします。ちも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 ちのテーマソング勝手に作るな。モチさん、あの、はい、このシューティングバーなんですけど、あの本当に素人が気軽にできちゃうもんなんですか？はい、まあ、映画とかに登場する銃をもうメニューの中から選んで、こんな感じで。はい、すげえ、こんなに種類あるんですね。どの銃にしますかと。すげえ、的があるんですね。そうです、紙もセットで。だからここに紙をセットして、 それが自動で向こうまで動くようになってるんですよね。そうです。はい、だいたい何メートルぐらい？6メートル。6メートル、はい、すぐ当たるもんすか？結構遠い。上手い方は本当に最初説明するだけで。うわ、これすごい。こっちはアサルトライフルとかサブマシン。これもうゴルゴが持つやつじゃないですか。すごい。勝負で考えるともうハンドガンで。ハンドガンの方がいいですか？そうです、ハンドガンの方が燃える、熱い戦いになるかもしれない。燃える。ハンドガン自信ない。ね、僕もハンドガンはその要は1回しか射撃したことないですよ。え、じゃあいいじゃないですか。逆に、じゃあみんなハンドガンにしようか。ほいじゃん、ハンデがなくて。でサバゲーの場合だってこっちでしょ。絶対そうですね、ハンドガン戦とかもするんですけど基本がこっちなんで。似合いそう、うん、私これがいいです。いや、一番かわいいやつ。あの、かわいさで選ぶなよ。ブリブリのやつみたいな。女の子は好きでしょ。これおすすめですよみたいなのあったら。女性はこのベレッタのクロムステンレス。ベレッタって聞いたことある。そうです。で男性にぶっちぎりで人気なのがこのデザートイグルですね。多分皆さん聞いたことぐらいは。はい、あります。はい、うわそう、俺の何みたいな。もう夏美さんだけや喜んで。あと女性一人いますけど。なんか火曜サスペンスみたいなのある。火曜サスペンスは大体ナイフとかやけど。アニメどころで言うと。アニメ。これ次元の。次元。次元です。はっ。でこっちはあのバイオハザードのゲームで出てきてるサムライエッジっていう、まあベースはベレッタなんですけど。打ちやすいやつ。はい、じゃあこれにしたら。打ちやすいですか、これ。これも打ちやすいです。はい、ルパンとかもあるんですか。ルパンもあります。ワルサー P38。すげえ、これや。かわいい、コウさん。なんか少年みたいな。ルパン持ってたやつやん、これ。こちらもやっぱ。どういうやつ。いや、もうね。いや、そうなのよ。こっちだけの人ってください。腹筋ばっかり見ちゃうのよ。ちょっと目いっちゃいますね。めっちゃ鍛えてるね。いや、本当ですか。すごい。毎日夜中にしてます、筋トレを。腹がめっちゃ赤なのよ。ちょっと今度ジム行こうか。行きたいですよ、ジム大好き。いや、見たいだけやろ。じゃあこれでいきましょう。これでいきます。はい、ダーツと一緒です。真ん中の方が点、真ん中がこれ10ですよね。白が10発ずつとかにする。一発だけ。一発。練習なしでいきなりやろう。これじゃん。マジっすか。いいよ。すいません、おー動いた。おー、すごい。動いた。はい、3
や違う違う違う、カーリングじゃないよ、カーリングじゃないよ。じゃあ最初しのちゃん、サバゲナってもっと遠いところで戦うので、じゃあ近く感じるよな、しのちゃんさん、はい、うわーしのちゃん慣れと的が小さくてよく見えない。いきましょう。しのちゃん何て入れる？10点、絶対10点。いいよ、いきます、一発勝負、どうぞ。うわ、全然違うとこ行った。当たってないはず。どうや、上行ったはず。どうや、どうすか結果は。7行ってます。7行ってる、はい、うわ7点、よかった、すごい、素晴らしい、やった、黒ゾーン、練習なしでいきなり7点ってすごい。やっぱしのちゃん狙われたらもうダメだな、うまいな、もうやられるな、はい、7高いですよ、頑張って、7高いですよ。さっきのベレッタよりもちょっと上に行く癖はあるので、ベレッタより上に行く、標的が小さくてよく見えない。もう引き金を押すと行けます。はい、10点目指します、行きます。どう？どう？あれ？あれさ、あれずる？いやー！髪見せなさい。いやじゃあ。髪を渡しなさい。髪を渡しなさい。なんだこれ？これなんだ？ずる。違う違う、下狙ったんですよ。ただ下行きすぎました。やばいなこれ。要は夏美かんがこの髪に当たらなかったら俺の勝ちですか？確かに。まだ、そうですよね、可能性はありますね、まこう打つのが怖いんですけど、ま、私ビビリなんで、平和主義だから、わあちょっと待って、じゃあ夏みかん、はい、初体験です、射撃どうぞ。うわ、なんかどっかに当たってた、あれあれちょっと待って、勝ったよ、勝ってそう、よし、私がこれ、はい、私はここ、はい、ザまで行ってんすね、ザ行ってます、ということで勝ちました、ビリはコンバットです、イエーイ。ちょっと裏 見たら股間です。よし100点そうだ、ね、裏見たらもうすごい、う、ね、もうある意味100点よね、1000点ですこれ、うん、うわしのちゃんマジすごい、あーすごいな、これはやっぱいきなりこれはやっぱすごいです、いやすごいです、じゃあ2回打った時の総合点ということで、はい、2発目いきますか、次は射撃みたいに向こうに立ってるんですけど、それをどれだけ倒せるかで競いましょう。よし、わあ、勝つぞ。なあ、5発。5でいいんじゃないでしょうか。5で、うん、5で行きましょう。はい、5発ずつね。しのちゃん目標は何個？全部です、全部。全部？全部当てます。それじゃあしのちゃんお願いします。どうぞ。おお、1個いったね、もう。いったいった。いきなりいったよ。やめてくれ、あーでもいいとこ行ってるな、うまい、おお今惜しい、いや今一回こうなったよ、当たってる、当たってるけど倒れんかった、倒れんとダメですもんね、うわーあっすげえ、おい見て藤子、うわえ2かな、2ですね、すごい、ちょっと悔しいけど、的には当たってましたね、何個か、そうだね、本当ですか、うん、こうパタッて揺れてましたからね、ね、本当次元みたいにちょっと帽子を用意してほしいです、次元はあの帽子でね、いやいや帽子で、帽子がないと当たらなくなるもんね、一発目のあれで言うよ絶対負けねえから、最下位なのよ、チャライダ、絶対負けねえから、チャライダ絶対負けねえから、チャライダ5体いってくださいね、 OK 5いこう、よし、うまい、よし、よし、おお、やった、行ってます行ってます、行ってる、コウさん感覚を戻してきた、よし、すごい、よし、あー、あー、コウさんの銃だけ3発出てません、1発で三段銃みたいなやつじゃない、でここで私が5体ですね、あー打ちたくない、また
だから出してくれの無駄。いきますよ。おい。なんか当たったね。でも当たったけど音はしたよ。倒れてない。倒れてないんや。なんで？おっさんになった。どこ狙ったらいいの？お、惜しい。あと一発で3体倒します。すごい。おい次元だよこれ。おお、倒れた。行きました。行きました。行きました。倒れた。一丁前に悔しがる、ね。あの最後しっかり当ててたから。よし。うん、総合でビリは夏美さんです。マジっすか。わかるでしょ。わかるでしょ。ね。ってことは私は何をしたらいいですか。あのご飯を奢ってください。わかりました。ありがとうございます。はい。お願いします。奢ります。焼肉で。嫌です。サバゲーとは違った楽しさがあって、普通にお酒とかも飲みながら次来たいなと思いました。確かに。そうですね。バーですもんね。みんなお酒飲みながらやるんですよ。そうですね。もう夏バーと一緒でもうそんなまたなるって見えないいやいや違う違う違う こんなのそこまで泥酔してないすいませんありがとうございました。